防衛医科大学校は埼玉県所沢市並木3の2に本部を置く日本の省庁大学校である1973年に設置された大学校の略称は防衛医大防衛 NDMC 等医師である幹部自衛官の養成や自衛隊の医官の教育訓練を目的に昭和49年に開設された初大学長は少林久義 学科は医学科と看護学科、大学院相当の医学研究科の3つである。歯科医師や看護師以外のコメディカルの養成コースはない、試し各社を公募している。看護師を養成する4年生の看護学科は2014年4月に設置された。これに伴い、それ以前に置かれていた看護師養成校である高等看護学院と自衛隊、中央病院高等看護学院は募集を停止し、 2016年3月をもって廃止された。行政機関の分類上は防衛省の施設、当機関に分類され、文部科学省が所管する大学とは異なるが、医科大学に準じた取扱いがなされている。大学側が学費を負担する、目的別医科大学の一つである。入校した学生は、定員外の防衛省職員、自衛隊員となり、大学校の入学金と授業料は無料で、 医学科と看護学科自衛官コースの場合、毎月の学生手当と年2回の期末手当及び被服が支給される。一方、看護学科技官コースの場合、身分は特別職国家公務員で2014年4月採用の手当は非常勤職員手当として時給830円程度が支給される。賞与はないが、アルバイトは届け出をすることで可能。制服は対応となる。 医学科学生の場合、卒業後は、医科幹部候補生として、陸上、海上、航空の各幹部候補生学校で約6週間の教育訓練を受け、医師国家試験に合格後、幹部自衛官に任官する。2年間の初任実務研修を受けるが、大学の医学部で実施されているマッチングは行われていない。その後、自衛隊病院や部隊などで勤務する。 看護学科自衛官コースの場合、卒業後、陸、海、空の自衛隊の幹部候補生学校及び自衛隊病院で所定の教育訓練及び新人看護職員研修を受け、その後、陸、海、空自衛隊の保健師、看護師である幹部自衛官として自衛隊病院や部隊で勤務する。技官コースは、卒業後、研修を経て保健師、看護師である技官として、 防衛医科大学校病院で勤務する。医学科卒業生は、卒業後9年以内に自衛隊を退職する場合は、卒業までの経費を国庫に返還する必要がある。看護学科卒業生は、卒業後6年以内に自衛隊を退職する場合は、卒業までの経費を返還する必要がある。大学校には、内科、精神科等の15の診療科がある。 特定機能病院の防衛医科大学校病院、傷病者の診断、治療、救急救命に必要な研究、開発を行う防衛医学研究センターが置かれている。平成23年度予算額は約207億円。 設立当初は男子のみが応募条件を有する男子校であったが昭和60年入校の第12期から女子も応募が可能となり驚愕化された。なお防衛大学校の驚愕化はこれより遅れること7年平成4年度入校の第40期からである一般の大学の入学試験と同等である公式ホームページでも入試と紹介しているが 学生の身分は自衛隊員であるため厳密には国家公務員採用試験である。このため入試の詳細については自衛官募集ホームページに掲載され、募集や願書の受付も自衛隊地方協力本部が担当する。応募資格は年齢が入校年度の4月1日時点で18歳以上21歳未満であること以外は自衛隊員と同じである。 防衛大学校では長期留学生を受け入れているが、防衛医科大学校は受け入れていない。一次試験は、卓越式と記述式二次試験は、口述試験と小論文試験、及び身体検査がそれぞれ実施される。防衛大学校と同様、一次試験が10月頃と、早く会場も各都道府県に1箇所以上が開設されること、 採用試験であることから受験料を徴収しないため、他大の医学部及び難関大学等を併願したり、無料の模試として利用するものも多い。防衛大学校とは、試験日が重ならないように調整されているため併願が可能である。なお、一次試験の卓一式において、一定の得点に達しなかった受験者については、記述式の採点が行われない場合がある。交渉は、 日本の国家である桜、平和を意味する派と、医学のシンボルである、蛇杖を組み合わせて形作られている。この交渉は、日本の独立と平和を守り、医学の研鑽に励むことを意味している。医学教育部、編集詳細は、防衛医科大学校看護学科学生を、参照付属期間、編集6時30分起床、日朝天候8時朝礼。 国旗形容八時三十分午前課業開始。授業開始十一時四十五分午前課業終了。昼休み十三時午後課業開始。授業開始十七時午後課業終了十七時十五分。国旗効果二十時五十分日有点二十四時。小党男子学生の制服は、防衛大学校とほぼ同じである。防衛大学校本科学生の制服男子学生を、参照女子学生の制服は、 防衛以外の独自のものである。帽子は陸上自衛隊の女子養成帽と告示しており、色は濃紺で幹部自衛官と同じように金モールの顎紐が付き、夏でも白い大いはつけない。上着は濃紺のブレザーでシングルボタン、ネクタイを締める。夏服は上下ともに同じデザインで色は白である。学生全員をもって学生隊を編成することとなっている。 学生体は2個大体からなり、第1大体には1から4学年、第2大体には5から6学年が編成される。第1大体は4個中体、第2大体は2個中体からなり、中体は2個小体からなり、小体は約30名からなる。そして、それぞれに学生長が置かれることとなる。中体のうち、第1、第3、第4中体は、男子、 第2中隊は女子のみで1から4学年が混合で編成されている。第5、第6中隊は男女混合であり、それぞれ5学年、6学年のみで編成されている。夏休みは25日程度、冬休みは14日程度を、春休みは7日程度与えられている。運動系のクラブ活動を運営する、学生間では1つ以上の部活に参加することが義務、付けられているが、 防衛医科大学校カリキュラム上の必修ではない。2009年現在の運動系の部活には、合気道部、空手道部、弓道部、剣道部、公式テニス部、柔道部、水泳部、スキー部、体道部、バスケットボール部、バドミントン部、バレーボール部、ハンドボール部、ル部野球部、ラグビー部、サッカー部、陸上部、レスリング部、チアダンス部がある。かつては、 バズ部も存在した。2009年現在は、東日本科大学生総合体育大会に参加しているが、大学校設立当初は、文部省管轄の大学ではないという理由から参加が認められていなかった。防衛医科大学校の人物一覧所沢キャンパス。編集学生寮として、大学校敷地内に学生者がある。ありがとうございます。